僕はトーマス。太古の昔、エリバの氷の守護獣、フェンリルから分かたれたもの。マスター、一緒に行ってくれますか？まだ町に慣れていなくて。僕を外に連れ出した責任を取ってもらわないとですからね。マスター、僕はみんなを縛りつけてしまうかもしれません。僕の思いが強いほど、みんなを縛る鎖も強固なものになる。僕自身が僕の思いに縛られてしまうかもしれません。でもマスター、あなたがまた僕を連れ出してくれますか？そうしてくれたら、僕がこの世界とあなたを結びます。僕は魂を縛り、結ぶ連鎖の兵糧フェンリルだから。僕はフェンリル、フェンリルは僕。アンティークカルネバーレ。